はい、どうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、仮面ライダージオ、食玩ライドウォッチ07の食玩オリジナル、エグゼイドマキシマムゲーマーライドウォッチと、ドライブタイプフォーミュラーライドウォッチを買ってきたんで、こちらを開封して、音声確認をして遊んでいきたいと思います。はい、では箱の方を見ていきましょう。箱はこんな感じですね。こちらはエグゼイドマキシマムゲーマーライドウォッチですね。こちらには仮面ライダーエグゼイドマキシマムゲーマーレベル99が映っております。でまあ、一応いつも通りなんですけど、デラックス版のライドウォッチとは仕様が異なりますということが書かれておりますね。まあ、カバーの回転とか底面ボタン押せませんし、発光もありませんということが書かれております。で、こんな感じですね。で、あとまあ他の買ってきてないんですけど、他のラインナップとしては、ガイム極みアームズライドウォッチと龍騎ライドウォッチがラインナップされております。でまあ、時空ドライバーとかブッドバスオールで遊ぶこともできると。で、まあ、いつも通り2モードを使いこなせということで、まあ、単体遊びと時空ドライバーで連動させる時のモードがあるという感じになっております。こんな感じですね。で、こちらがドライブタイプフォーミュラーライドウォッチですね。こんな感じ。こちらは仮面ライダードライブのタイプフォーミュラーが映っております。で、こんな感じですね。まあ、あとは一緒な感じになっております。では、取り出して見ていきましょう。はい、中身を取り出したんで見ていきましょう。まずは、エグゼイドマキシマムゲーマーライドウォッチの方から見ていきましょう。こんな感じですね。で、まあ、最初に、お伝えしておきたいんですけど、まあ、こちらは食玩版なんで、カバーの回転と底面ボタンを押せませんし、スピーカーはこちらにある感じになっております。まあ、こちらも1枚のシールになっております。こんな感じですね。で、これなんか、デラックス版のこのエグゼイドライドウォッチが発売された時、よく言われてたんですけど、このカバーを外すとマキシマムゲーマーになるんじゃないかっていうふうに言われてたんですけど、なんか言われてみれば、ほんとそんな感じですよね。ちょうどこのライダーズクレスト部分がちょうど、なんか顔部分になってるような感じに見えますけど、確かにかなり似たような感じになってますね。色合い的にも、ちょうどエグゼイドライドウォッチのこのカバーの部分とこの裏の部分が色が入れ替わってるだけって感じなんで、うん、確かに言われてみればマキシマムゲーマーになるような気はしますね。はい、こんな感じになっております。では裏の方見ていきましょう。裏面はこんな感じですね。でまあ、QR コードは C049 ということで、まあ、エグゼイドと同じになっておりますね。で認識便も一緒です。では音声確認していきましょう。ライドウォッチ。では1丁目。マキシマムゲイマー。マキシマムゲイマー。2丁目。エグゼイドがレベルマックス。強度級のマキシマムゲイマー。おお、音声の方はエグゼイドがレベルマックス。強度級のマキシマムゲイマー。という音声ですね。まさにその通りですね。では3音目。アーマータイム。レベルマキシマム。おお、変身音入ってますね。変身音というか変身の待機音が入っていますね。いやー、いいですね。では4音目。マキシマム。マキシマムっていうのが必殺技の勢ですね。こんな感じになっております。今こちら時空ドライバーモードにするときはここ長押しして、時空ドライバーマキシマムゲイマー、これで時空ドライバーと連動することができます。で戻すときはこのボタンを押して、ライドウォッチ、これで単体遊びができるモードに移行します。はい、では次はドライブタイプフォーミュラーライドウォッチの方を見ていきましょう。こんな感じですね。ではこちらもカバー回転、底面ボタン押せませんし、スピーカーこちらにある感じになっております。こんな感じですね。いや、色合いがいいですね。青に黄色という感じになっております。こんな感じ。青って言ってもでも結構濃い青ですね。こんな感じになっております。で裏面はこんな感じで C047 の QR コードで、まあ認識面はこんな感じになっております。まあドライブと同じですね。では音声確認していきましょう。ライドウォッチ。では1丁目。タイプフォーミュラ。タイプフォーミュラ。いいですね。2丁目。青いボディのドライブ対策フォーム。ドライブタイプフォーミュラ。おお、いいですね。音声の方が青いボディのドライブ最速フォーム。ドライブタイプフォーミュラ。って音声になっております。いやー、いいですね。本当にその通りって感じなんですけども。本当に納得させられますね。では3問目。アーマータイム。タイプフォーミュラー。
いい感じの変身音になっておりますね。ちゃんとフーンって言ってましたからね。いや、かっこいいですね。では、4音目。4音目は必殺の音声が流れます。こんな感じになっております。では時空ドライバーと連動させていきましょう。はい、時空ドライバー準備しましたんで連動音声聞いていきましょう。では電源オンにして、時空ドライバー、まずはジオライドウォッチとの連動音声聞いていきましょう。ジオマキシマムゲイバー、はい、変身音はこんな感じですね。では必殺技、タイプフォーミュラ、必殺技、はい、ジオライドウォッチと連動させるとこのような感じになります。では次はゲイツライドウォッチと連動させていきましょう。ゲイツ、マキシマムゲイマー、必殺技、タイプフォーミュラ、必殺技、はい、ゲイツライドウォッチと連動させるとこのような感じになります。音声確認は以上です。はい、ということで今回は仮面ライダージオ食玩ライドウォッチ07のエグゼイドマキシマムゲーマーライドウォッチとドライブタイプフォーミュラーライドウォッチを使って音声確認をして遊んでまいりました。
また食玩ライドウォッチ08とかでも食玩オリジナルのものが出てくると思いますんで、またそういったものが登場したら買ってきて動画作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。